日本で一番ユーモラスなリカの先生、根本万です。今回はクソくらえフレーミング左手の遅く、はい、これに代わる奈良の大仏左手の遅くをご紹介します。まず黒板の図について説明します。はい、こちらが磁石の N 極、S 極です。磁界の向きは上から下、はい、こういう向きです。はい、こちらは下が N 極、上が S 極ですから磁界の向きは上向きの磁界があります。そしてここにプラスと書いてあるのは、ここに電気ブランコ、導線がここに、通っている。その導線の向きが手前がプラスで、向こうが奥がマイナスということで、こういうふうな流れになってます。よろしいでしょうか。はい、こちらの図を見てください。はい、手のひらを、左手の手のひらを親指と他の4本指が垂直になるように出します。そして、こちらの4本指、これが電流の流れる向きに、合わせます。そして N から S へ向かう磁界、この磁力線が手のひらに吸収されるように、手のひらに、当たるように、向けます。そしたら、もうこの親指の方向が力の向きです。電気ブランコはこちらの左側に動くという、そういうことです。はい、こちらを見てください。今度は、電流の流れ向きはそのまま同じですが、N と S が変わりました。ということは、この手が逆にこうなります。はい。磁力線の向きが上向きなので、この磁力線を手のひらで、受け止めるように置きます。はい、そうすると、はい、もう親指の向き、これが力の向きなので右側に動くということで、簡単に瞬間的に分かってしまうということです。はい、こちらの図を見てください。はい、上が N 極、下が S 極です。はい、左手を出します。はい、まず電流の流れる向きに合わせます。これを電流の流れる向きに合わせます。そうするとこうです。そして、磁力線を手のひらで、はい、磁力線を手のひらで受け止めます。はい、受け止めます。はい、そしたらもうこの瞬間、はい、右側に力が働くということが、これですぐ分かると思います。はい、最後の図です。はい、上が S 極、下が N 極、磁界の向きは上向きです。はい、左手を出します。先ほどはこうでしたが、今度はこうです。はい、電流の流れる向きに、4本指を合わせます。すると、流れる向きはこうです。はい、磁力線を、上向きの磁力線を手のひらで受け止めます。手のひらで受け止めます。はい、もう親指の方向、左の方向に力が働くということが、これですぐわかるかと思います。はい、これが奈良の大仏左手の法則です。